このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1C4 植物のトウモロコシに追肥する動画です。一番手の背丈はまだ低いのに止水が出水してきています。 C4 植物は CO2 を効率的に利用する回路を持っていて大きく成長できるはずですが、今年の成長は悪いようです。2番手は流水が出始める段階で、3番手はもう少し小さい状態です。今日は2番手と3番手をメインに牛糞堆肥を使って追肥します。第一章、トウモロコシ補助。今年のトウモロコシ補助は6畝で、左の1番畝と2番畝の半分に1番手、2番畝の奥半分と3番畝に2番手、残りが3番手です。第二章、牛糞堆肥を一輪車で運搬する。雪国生まれなので雪かきには自信があったが、年を取ると牛糞堆肥運搬はかなりきつくなってきました。第三章、3番畝の2番手に追肥する。畑手前側の一部の成長が悪いので堆肥を多めに入れます。2列のトウモロコシに追肥するために株間に堆肥を入れていきます。畝間は中耕したこともありドロドロです。第4章、2番畝の2番手に追肥する。2番畝の奥半分が2番手です。株間は雑草だらけです。雑草に肥料をやっているようなものです。左側が2番畝で、ここまでが2番手です。第5章、4番畝の3番手に追肥する。畑手前は全般的に成長が悪いです。手前側はゴロ土のため、もみ殻を入れたためかもしれません。第6章、5番畝の3番手に追肥する。次第に牛糞堆肥の一輪車運びの体力がなくなってきました。今日は雨上がりで無風に近いので余計に疲れます。
第7章6番畝の3番手に追肥する。ここも畑手前側の成長が極端に悪いです。2番手以降の追肥が終わりました。第8章追肥の様子。左が4番目、右が5番畝で3番手です。第9章1番手の様子。左が1番畝、右が2番畝で、1番畝と2番畝の手前半分が1番手です。背丈が低いが、流水と湿水が出ています。第10章、追肥が終了。今年は元肥を昨年の半分にしたためなのか、背丈が低いです。第11章、コーヒーブレイク。今日のコーヒーはモカブレンドです。成長が悪かったり、雨が多かったり、またはカラカラ梅雨だったりすると、何かと心配になるものです。ここ3週間ほど、トウモロコシの成長に目が離せません。植物のほとんどは C3 植物に分類され、 CO2 が現在の4分の1の 100ppm になると死滅してしまいます。トウモロコシは C4 植物に分類され、効率よく CO2 を利用する回路を持っているので、 100ppm でも成長できます。数億年後の CO2 は現在の10分の1の 40ppm になるとの論文報告もあります。数億年後には自分も生きていなし、果たして人間は存在しているかも不明です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それではごきげんよう。